動かしちゃいけないと思ってたんですか？思ってました。あげたいっていう思いで多分ダフっちゃってる。まあそうですよね。構え見た時に あ出るな。おおナイス。鳥の雰囲気が全然変わりました。打感が信じられないぐらいいいですね。アマチュアゴルファーの悩みをワンポイントで解決してみた。はい、皆さんこんにちは、高橋久志美です。そして内藤裕二コーチです。よろしくお願いいたします。今日もハイランドセンターからお届けしていきたいと思います。はい、続いての悩めるウームゴルフ君お呼びしたいと思います。はい、どうぞ。こんにちは、お願いします。よく会ってますね。一番ちょっと内藤さんのレッスンに出てるウームゴルフ君じゃないですか。そうですね、一番合ってます。前回はアイアンを本当に徹底的に見ていただいて、はいはい、ドローボールが出るようになって。おでもめちゃくちゃいい球が打つ。本当ですか。はい、ちょっと楽しみなんですけど、今日はどんな悩みを。3ヶ月前に見ていただいた時、はい、ドライバーのまずアドレスを直していただいて、はい、最近こう球が上がらなく低い球でそのままなんかスライスしていったりとか、ドライバーがですね、ドライバーがですね、で逆にあ球上がらないなと思って、はい、こう下から上げたいと思ってこのダフってみたいなっていうなんか悪循環に入ってるなみたいなところで、はい、ありがちなパターン。そうですね。キャリーがすごく大切ですから、はい、上げたいのは もちろんなんですけど、はい、上げようとする打ち方が、まあ、合ってるかどうかっていうところですよね。はい、はい、じゃあ実際にそれを見てやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。では早速ウムゴルフに何球か打っていただきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。前回おさらいで言うと、はい、左腕をまっすぐして、右手をちょっと添えるような、はい、下からこうパッキングされるような形で、はい、握って、うん、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、おいい球。ちょっとダフりましたけど、そうですね。うわっ、215、グラブスピードが 41.2 あるじゃないですか。今のダフってるっていうのも上げたいっていう思いで多分ダフっちゃってるのかなと思うんですけど、上達してますね。これです。届かないみたいのも出ます。インパクト瞬間にボールに届かないで、届かなくて今みたいな低いというか、まあそうでしょうね。診断に入りましょうか。はい、前回のウムゴルフ君と一緒で、うん、取り組んでいただいた結果のミスなんですよ。うん、まあ、やりすぎとも言えるし、うん、まあ、ちょっとこうもうちょっとバランスがっていうところもあって、うん、そういう意味ではすごくレッスンは次のステップに行けるんでやりやすいです。ただ構え見た時に あ出るなっていう。構えなんですね。構えですよね。やっぱりまず左手伸ばして右手を横からですよね。はい、うん、ちょっとこう見て、はい、よくなってるんですけど、はい、前よりは綺麗に。インゴルファーとはちょっと違うなって感じしません？あ、何が違うかというと、はい、まずこの距離が遠すぎますよね。うん、なおかつ肩がこれどうですか？あ、右向いてます、はい、うん、あ本当ですね。かなりのインサイダーと極端にやるとこうなってるんで、うんうん、こっち上がるんですよ。はい、こっち上がってでそのままこう入ってくるじゃないですか。うん、インサイドアウトってことは下から上なんで、うんうん、まずダフります、うん、でダフなかったとするとフェースそのまま開いてるんで右に行きます。うーん、でそれをこっちからかぶせに行っちゃうんで球も上がりづらい、うん、まず構えていただいていいですか。で、右手外しましょう。はい、ここですね、はいはい、これで右手つけます。はい、これで腕をもうちょっとリラックス、はい、骨盤がもうちょっと、うん、はい、あ、はい、あ綺麗ですね。はい、でここでちょっと膝を曲げましょう。はいはいはい、これで肩の位置が方向が良くなってるので、おかっこいい、いいですね。はい、これでいってみましょう。はい、いいじゃないですか。いいじゃないですか。気持ちよかったです。めちゃくちゃいいじゃないですか。そうです、スライスしちゃったんですけど、ちょっと今のスライスしちゃったんですけど、球の上がりは全然違う、うん、上がりましたね。あとはタイミングの問題なんで、はい、あとやっぱり直したいのが、はい、バックスイングですね。バックスイングをこの上げてください。はい、でもう少しこれぐらい
乗せたいですね。そこから腕が柔らかく使えるとこうインサイドから来るので、うん、あこの前のウームゴルフ君のワイドな部分ですか。ワイド&ナローにもう限りなく近いところです。はい、構えがクローズだったっていうのもあるんですけど、はい、先ほどまではバックスイングこういう感じで上がって腕がこう潰れてるんです、ね、じゃなくてここからこれぐらい、これぐらい上がります。頭の位置はちょっと右にずれるのは構わないです。大丈夫ですか。はい、頭半分ぐらいまでは許容範囲だと思ってください、はい、頭っていうのはちょっと右にずれて、はい、ドライバーの場合は、うん、その位置をキープしてヘッドビハインザボールで打っていくのがちょうどアッパーになるので、うん、はい、ちょっと練習ですから、はい、思い切って頭1個ぐらい右に、わかりました、はい、動かしましょう、はい、しっかり乗せて、はい、はい、おお、これナイスショットじゃない、高い、おお、これナイスショットじゃない、高い、はい、いい球、めちゃめちゃ気持ちよかった、219.5、はい、いやでもこれまっすぐです本当に、うん、ちょっと下目に当たってバックスピンがちょっと多いんですよ、3900でなってるんですけど、はい、これだけ飛んでるっていうのは、うん、それだけちゃんとしっかり当たってるってことですね。帽子のひさしが僕の方に向くぐらい、ここでこういう感じで、ね、はいはいはい、インパクトまでこのひさしが向いたままって感じですよ。あ、はい、はい、すると乗せやすいです。あ、はいはい、あ、本当だ、うん、はい、ちょっと向いて、そうです、そうです、おー、待ってください、今すっごい音しましたね、すごい音しましたね、はい、聞いたことない音しましたよ。いい、スピン量多めですね、うん、トータル 217.7、はい、スピンがちょっと4000超えてますので、はいはい、あ、でもいいですよね、すっごく良かったです。今の鳥の雰囲気が全然変わりました。打感が信じられないぐらいいいですね。あ、いいですか。これがあの俗に言うヘッドビハインザボールっていうね、頭がボールの後ろ、もう絶対もうアッパーブローで打つためにもインサイドからちゃんとボールを捉えるためにも絶対大切なんですけど、しっかり体重を右に乗せて頭が少しこっちに右に動くことでビハインザボールをキープできるので、体が開かずにインパクトでしっかり捉えられるようになるので、体がやっぱり開いてるとこれもパワーロスそもそもしてます。でフェースも開きやすいです。今まで多分頭を全く動かしてなかったので、うん、動かしちゃいけないと思ってたんですか。思ってました。あ、斜めの位置にしといて、はい、このまんま頭を残してアッパーで打っていこうっていう風に。めっちゃダフりそうじゃないですか。ダフりそうですね。まあ、だからダフってたのかもしれないですね。そうです、そうです。うん、今ちょっとダフってるじゃないですか、はい、これなんでかっていうと、あの右に乗せますよね、はい、乗せたら怖いんですよやっぱり、多分、はい、戻しちゃうんですよ。ああ、はい、やっぱそ、はい、ここのまま、はい、乗せた位置をキープです。キープ、はい、はい、おお、今どうですか。ここにしっかり残ってって思わないと行こうとしちゃうなっていう、はい、そうなんです、そうなんです、やっぱり気をつけないとすぐ突っ込んじゃうと思ってもらっていいです ね、 ですね、やっぱりどうしてもこう右に乗ったとしてもこう向かいに行っちゃうんですよ、はい、じゃなくて右に乗ったらそこで回転していく、はい、ここにいるとそのままダフっちゃうんじゃないかっていうなんか恐怖があるんですけど、これはダフるっていうのは肩がどんどん上がっていってしまえばこれダフります。体の回転は左肩が最終的にはこの首の後ろに回るので、はい、回っていけばダフりません。あの右にいるからダフるとかっていうのもないです。ちょっと頭を動かそうとして、はい、スウェーが入っちゃう時があるので、はい、この右足の右股関節の上にこう乗せる、乗せる、はい、はい、あ、そうです、そうです、そうです、そのトップかっこいいですよ、はい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 、うん、トップの位置高くして、はい、感覚的にどうですか。あのやっぱりカットに入ってきそうな感じが、はい、その分腰をなんか早く、いや構えが正しくてビハインザボールができてればカットになりませんから、ね、ならない、はい、おー、ナイス、おー、捕まってますね。今のはめちゃめちゃ気持ちよかったです今。228.2、 228.2、はい、トーズキャリーでも209.1、 素晴らしい、 ドローは、ね、
めちゃめちゃ気持ちいい頑張り方しました。素晴らしい、ありがとうございます。はい、ということで今回ドライバーをまた見ていただいたんですけども、悩みとしてはね、あの低くボールが出たりダフったりしてたんですけども、もう出てなかったですね、ダフリとか。もうダフリゼロで、はい、インサイドアウトが強かったんで、それを直したんで、はい、最後のはもうすごいいいドローボール、ボールもちゃんと上がって、はい、精度が全然違います。打ちっぱなしで練習してた時、はい、10球中2球しっかり当たればいいなくらいが、もう今のって基本的には全部いい当たりはしていたので、やりすぎることが1回大切って言ってもらってすごくありがたかったんですけど、ちょうどいいところを見つけるっていう作業もやっぱり練習の中で自分で今教えていただいたことをまた練習しっかりしたいなと。はい、冬の時ですかね、ウムゴルフ君レッスンした時の右肩前出てたやつと今日の最初のクローズのやつ見比べていただくと、はい、あ、この間かみたいなの分かっていただけると思うんで、うん、急成長すごいですね、はいはい、このウームゴルフの3人でなんかラウンドレッスンラウンドレッスンとかもなんかねコメントをいただいたのでやってみたいですね。あ、そうですね、やってみましょう。はい、ぜひまた練習して、はい、また悩みあったらまた3ヶ月後に、はいはい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てねー。